ポンペイ州地図ポンペイ島地図ポンペイ島は、西太平洋、カロリン諸島にある島。ミクロネシア連邦のポンペイ州に属し、同連邦の首都パリキールの所在地である。かつてはポナペ島と呼称された。ポンペイとは、ポンペ語で、石積みの上にという意味。ポンペイ島とも呼ばれる。池沢夏樹の短編集、南の島のティオの舞台はこの島がモデルである。 北緯6度54分、東経158度14分に位置し、グアム島の東南東約 1700km に相当する。平均直径約 24km の東西にやや長い円形の島で海岸線は入り組んでいる。周囲は保障が発達しており、ラグーン内の25の小島と共に島のほぼ全周を囲んでいる。面積は 約330平方キロメートルで、ミクロネシア連邦最大の島であり、ミクロネシア全体の中でも、グアム島とバベルダオブ島に次いで3番目に大きな島である。地質時代の火山島に由来し、最高峰は、島のほぼ中央に位置する標高798メートルのナーナラウト山で、ミクロネシア連邦の最高峰でもある。その他に、そのすぐ南にある、 ギーネに山791メートルなど500メートル以上の山々が中央部にそびえる。工術のように雨が多いために40本に余りの川があり、島の至るところに滝が見られる。ケプロイ滝、ナンピル川のリトゥトゥーニアップ滝が有名である。本島の海岸線はほとんどがマングローブ林であり、白車の天然ビーチはポンペイ島には存在しない。 島の南西約1 0トルにはアンツ干渉、北西約3 0トルにはパキン干渉があり、ダイビングスポットである。熱帯雨林気候であり、年間を通して平均気温がほぼ27摂氏28度、1日の最低気温が摂氏23度、最高気温が摂氏31度程度である。 海岸部のコロニアでの平均年降水量は4900ミ、mm、リメートル、降水日は平均304日である。世界第1位とされる太平洋のマッコーリー島の降雨日数、平均307日に続いて世界第2位とされ、世界的にも屈指のたう地域である。内陸部では年降水量9000から1万ミリメートルに達すると言われている。 1>, 1月から3月にかけて、やや降雨量が少なくなるものの、1年を通じまんべんなく降雨があり蒸し暑い。湿度は通年78から91%である。7月から11月は東、または南東より、12月から3月には北東よりの貿易風が卓越する。7月から10月にかけての台風の発生地域であるが、 大きく発達して接近することは少ないので甚大な被害は稀である。人口は2000年の調査で32,178人。コロニア熱中マタラニウム基地、ソケースの6つの地区に分かれている。最も大きな市街地はコロニアにあり、1989年までここが連邦の首都であった。州都は二千六年現在もコロニアである。なお、ヤップ州の州都も コロニアというが、そちらはコロニアと綴る。首都パリキールはコロニアから南西に約8キロメートル離れたソケンス地区にある。小高い丘陵を切り開いて作られた人口の町である。時差はクリニッジ標準時プラス11時間で日本に比べて2時間早い。ポンペイ国際空港他の東カロリン諸島の島々と同様にポンペイ島の最も古い住人は、 紀元前1000年頃にメラネシアから航海して移住した人々と考えられている。島の南東部マタラニウムにあるナンマトル遺跡周辺では紀元前後の頃の居住跡が見出されている。その後、紀元500年頃からナンマトルが建造され始め、1200年頃から1600年頃まで同地でシャウテレウル王朝が栄えた。その後はネッチ、ウー、マタラニウム、

太平洋を横断する際に、この海域の北緯6度、シナなどで島を目撃しており、これが、ポンペイ島、またはその周囲の島に関する、ヨーロッパ人の最初の記録と考えられる。確実な記録は1595年のサンヘロニモ号によるスペインのキロスの来訪であり、彼は上陸しなかったもののポンペイ島に、多数の住民の居住していることや、 西隣のアンツ干渉についても記録している。1565年のスペインの太平洋領有宣言、1668年の同国のグアム島占有施策開始の後も、スペインの実効的支配は、ポンペイをはじめたの東カロリン諸島には及ばなかった。島はそれ以後も、ヨーロッパの航海者に何度か記録されるが、最初の上陸の記録は不明である。 19世紀初めからは、島は捕鯨船や商船の補給地として用いられ、数多くのヨーロッパ、アメリカの船が訪れ始めた。1830年代前半には、年間5隻程度の来訪だったのが、1855年には年間100隻を超えている。これらの来訪は、島民との間に摩擦を生じることもあった。 特に1836年のファルコン号事件では、マタラニウムの主張をはじめ、多数の住民の死者を出した。さらに船員たちからもたらされた病気も深刻な影響を与えた。天然島は1840年代初頭から流行が始まり、1854年の流行では、半年間に2000から3000名の死者を出した。 1820年代には1万人を超えていた島の人口は1850年代後半には約2000人まで減少している。この後もインフルエンザ、ハシカ等の流行が散発した。他国の影響力増大を危惧したスペインは1870年代にポンペイをはじめとするカロリン諸島の支配を強化し、公益権の確保を図った。ドイツはこれに反発して、 1885年に戦艦を送りポンペイの領有を宣言した。これに対しては、教皇レオ13世の仲裁でスペインとの和解が成立し、ドイツは見返りとしてこの海域での交易権と漁業権を得ている。翌1886年にスペインは、現在のコロニアの地をサンティアゴデラ・アセンシオンと名付け、成長を置いて正式領有を宣言した。ここに、 ポンペイの100年に及ぶ外国支配が始まる。スペインは請求な植民地政策の確立を図ったが、常実の伝染病流行等の不安定な社会状況や伝統的な主張制度との確実により大きな成果は得られなかった。1898年、米西戦争の敗戦により、スペインはこの地域の牽制を失い、これを受けて1899年に、 ドイツがグアムを除くマリアナ諸島、マーシャル諸島と共に、カロリン諸島の権益を2500万ペセタで買収した。ポナベの名前はドイツ占領時代に付けられたものである。ポンペイにおけるドイツの植民地政策は、当初はコプラ産業の振興等、経済発展を視野に入れた怪獣政策だったものの、次第に伝統への介入、否定や、 インフラ整備のための強制労働の法制化等、締め付けの厳しいものになり、住民の不満が高まっていった。その中、1910年10月には、ソケースの有力者が、労働拒否により下時刑に処されたのをきっかけとして、住民が放棄する、ソケースの反乱が起こった。知事らを殺害された、ドイツ側は、ドイツ東洋艦隊より、防護巡洋艦、エムデンを出動する。 大掛かりな鎮圧により、翌1911年2月に反乱は鎮静化した。首謀者15人が処刑の上、ソケースの土地は植民地府に接収された。420名余りの住民は、ヤップに強制移住させられ、その一部はさらにパラオの強制労働に使かされた。1914年10月、第一次世界大戦の際に、日本は4隻の艦船をポンペイに入港。 無欠で占領した。大戦終結後の1920年には国際連盟によって日本の委任統治が認められた。日本の占領政策はこれまでの支配と異なり、同化政策をとったが当民に日本国籍は与えられなかった。委任統治下で近代的な電気や水道、学校や病院などのインフラストラクチャーの充実が進み、同時に統治での農業。 漁業を中心とする食産工業が推進された。特に1922年に南洋町市長の設置により日本からの移民も多数ポンペイに入植し、1945年の終戦時点では1万3000人を超す日本人が居住していた。これはパラオ、サイパンに次ぐ3番目の規模である。日本海軍は1940年に守備隊を始めて、 ポンペイに駐屯させたのに続き、太平洋戦争開戦後の1942年には本格的な警備隊を配備した。それ以後も陸軍、海軍が兵力を補填して、西のトラック島にあった海軍の一大拠点の防防備を担った。これに対しアメリカ軍は1944年2月15日の大規模な空襲に始まり、5月にかけてポンペイに攻撃を加え、 コロニア市街は大きな被害を受けた。トラック基地が空襲で機能を失い、主戦場がマリアナ、フィリピンに移った同年6月以降、ポンペンは輸送の途絶した状況になったが、鮮魚や芋等の食料自給が可能であったことと、それ以後大きな攻撃を受けなかったことから、終戦までの1年余り比較的平穏な状況が続いた。1945年の太平洋。 戦争終了によりアメリカの占領が始まり、1947年に国連の信託統治領としてアメリカの統治が始まった。ポンペイはパラオ、ヤップ、トラックと共に4つに区分けされた地区の中心として当初から成長が置かれた。アメリカの統治方針はズーセオリーと揶揄されるように経済的な援助はするものの、 産業育成による自立支援は行わなかった。1965年、アメリカは国連の要請を受けて、ミクロネシア議会の発足を認めた。当初、議会はマリアナ、マーシャル、パラオを含めた形で裁判において開催され、ポンペイに移ってくるのは1977年のことである。百七十八年には、現在の四州で連邦を構成、 1979年には憲法が制定され、自治政府が誕生した。1986年11月に独立してからは、ポンペイは連邦の首都機能を有している。ミクロネシア系の住民が多い。民族としてはかつてカナカ人と呼ばれていたが、やや別称的に用いられた経緯から現在はあまり用いられない。一般的にはポンペイ人と呼ばれることが多い。 カロリン人の故障は稀である。2000年の調査では、ポンペイ島住民の出生地は、ポンペイ州が91%、ミクロネシア連邦の他州が4%、他の太平洋諸島が2%、フィリピン1%、アメリカ合衆国1%となっている。公用語は英語であるが、普段の生活では、ポンペイ語が広く用いられている。二千年の調査では、第一言語は、 本平語が72%であるのに対し、英語は4%に過ぎない。このタチューク語、ピンガラップ語、モアキロア語等が用いられる。戦前生まれの人は日本語を使えるが、その数は少なくなっている。日本語から転用されて用いられている生活用語も少なくない。キリスト教が広く信仰されており、2000年の調査ではカトリックが島民の56%、 プロテスタント系が37%である。プロテスタントは、改修派協会がほとんどである。8年生のエレメンタリースクールが、党内に、公立30校、私立が6校。高校は、公立が3校、私立が4校ある。ミクロネシア連邦で、唯一の大学、カレッジ・オブ・ミクロネシアの本部が、パイエズにあり。文校が、コロニアにある。カバのことを、 ポンペイではシャカオと言い,い、この根を叩いて絞り出した汁を回し飲みする、シャカオの儀式が有名である。もともとは様々な儀式に用いられていたものであるが、現在では民衆に広く引用され、コロニアをはじめ数多くのシャカオバーがある。鎮静作用があり、眠気を催す。コロニア製法のポラキエット地区には、ドイツ統治時代にカピンガマランギ関省から移住してきた。 ポリネシア系の人々の集落、通称カピンガマランディ村がある。木彫等の民芸品が有名である。主食は米であるが、タロイもヤムイも等の芋類もよく食べられる。日本の統治時代の影響で生の魚を刺身で食べる食文化も一般的である。ミクロネシアで最も貨幣経済が発達しているが、伝統的な自給自足経済も混在している。 生活必需品は他州と同様多くを輸入に頼っている。主要産業はココナッツ、コプラ、バナナ、タロイモ等の農産品、水産業である。近年、観光業、特にエコツーリズムにも注力しつつある。石鹸、胡椒等の特産品がある。グアム銀行の支店とミクロネシア連邦銀行の本店がコロニア市内にある。 島中央部の熱帯雨林は1980年代からの約20年間で島の総面積の42%から15%まで減少した。これは主に森林を切り開いてのシャカオの栽培が広がったためである。土砂の流出はマングローブ林、やンゴ礁にも影響を与えている。知られている767種類の植物のうち111種が固有種である。河川には 炭水酸ハゼの固有種が多数存在する。蝶類の固有種は5種。黒平らハシポナペオギビタケエビチャインコ、ハシナガメジロヒメカラスモドキこのうちヒメカラスモドキは絶滅が疑われている。マミムナジロバトはポンペイ島と中ジ島のみに残存数百羽の絶滅危惧種。在来種の哺乳類はマリアナオコウモリ一種のみ。ケーブルテレビ局が1局、ラジオ局が5局ある。 国内外の電話、インターネットサービスをほぼ一手に引き受ける FSM テレコミュニケーションコーポレーションの本社がコロニアにある。第二次世界大戦前は第日本航空の飛行艇が横浜港との間を結んでいたが、現在はユナイテッド航空のアイランドホッパーのルートでグアム島から週3便が、その折り返しがホノルルから週3便とグアムから来てグアムへ戻る夜中便が、 1> 週1回ある。ポンペイ国際空港は、コロニアの北西の高畜島にあり、コロニア市街とは、埋め立て道路でつながっている。IATA の空港コードはプニー。州内の他島には、連邦政府が運航する、約3ヶ月に一度の船便によって、物資を輸送している。その他、米国西海岸とアジアを結ぶ、国際貨物船の便も数社がポンペイを経由している。 島内を一周する道路は、総延長 85km で1986年に整備完了した。公共の交通機関はないが、乗り合いタクシーがその役目を果たしている。ありがとうございます。